港湾の全域あるいは一部を関税制度上は外国とみなし輸入貨物に関税を課さず外国貨物及び船舶の国外との自由な出入りを認める制度。補税制度を拡張したものであり国全体としては関税による保護政策を維持しつつ中継貿易や加工貿易の促進を図る目的で行われる。関税を免除された外国貨物は 区域内での積み込み、陸揚げ、保管、消費、混合、改装、再放送、仕分け、組み立て、加工、製造などが認められ、これにより、海運、倉庫、保険といった、商工産業の発展が促される。自由港は、以下の三種に大別される。自由港は古代、カルタゴやローマ帝国でも見られたが、近世のものは中世イタリアの自由都市に由来があり、 16から17世紀、イタリアのリボルのベネチア、ナポリ、ジェノバといった主要校を原型とする。これらの自由講師は外国人の居住も認めていた。後中央、北欧が発展するにつれ、ハンブルク、ブレーメン、団地ヒなどにも自由行使は広がったが、自由行使は19世紀には多くが廃止され、現在では自由、港区、または自由地区として運用されるか、 より弾力性のある保税制度を利用する場合が多い。日本に自由行はない。ありがとうございます。